ボレー打たせていただきました。楽なラケットではないので、面だけ作って合わせれば楽に飛んでいってくれるよっていうラケットではなかったんですけど、要はまあちゃんと自分で少し押したりとか面を作って足を使ったりとかっていうところはやっぱり少しはやらないといけないんですが、自分の中のイメージではこれぐらい押したらこれぐらい飛ぶだろうなとか、早く打とうとか少しゆっくり合わせようとかっていうのがまあやりやすい、飛びすぎもせず、だからといってすごいシビアじゃないので、ちょっと外しても助けてくれる、持ってくれますね。やっぱりそのグラフィンタッチっていうところがあって、前の方がちょっと弾き感があったかなっていう、ちょっと歴代で使ってるので言ったら前々作の方が一番硬い感じがあって、で前作で少し柔らかくなって、もっとより柔らかく打球感が増えたので、僕はしっかりと持ってくれる感じがある中で、しっかりとその中でも飛びは変わらないので、そういう意味ではボールをコントロールしやすくなってるなっていう、回転とかスピードとか、方向性、高さとかっていうところを全部含めて、コントロールボールを、扱いやすくなったとは思います。普通にっていうしか方法がないぐらい本当にバランスはいいんだろうなっていうところはボレーでも体感できる。特に MP なのかなっていうところで、まあ、プロと MP で比べたら特に MP らしいなっていうところは、軽いのにちゃんとこう打ち負けずにしっかりとこう打ってコントロールできる、かといって楽すぎないので、合わせるだけというよりはしっかり自分でこうやって打ちたいっていうところをボレーでも表現できるというか、した方がいいっていう感じだと思うんです。決してこう辛すぎるラケットではないんで、ある程度ラケットにパワーもありますよ。でも合わせるだけっていうよりはしっかりと自分で打った方がちゃんといいボレーが飛んでくれますよっていうところは、ちょっとツアーモデルらしいところもありつつ、でもハードじゃないんですよね。全然飛ばないっていう感じはしないんで、合わせてよし打ってよしっていうところのバランスがいいっていうと、結果的に普通にいい。しかもね、だってポリだ。そう、これポリなんですけどね、サイズもあるじゃん。これで普段40ポンドの私が使って、でもやっぱり硬さがこう感じないっていうところはグラフィンタッチ、まだそれみたいにこうダイレクトにこうボールを打ったりしてもこう、はい、あちょっと響くな、ちょっと外した時にこう手に響くなっていう感じなんかも非常に少ないので、まあ、そういう意味ではこう打感の柔らかさっていうところはこの素材の進化の部分がかなり大きいのと思います。普通にいいです。お二人のその食いつきっていうのは間違いないところ、タッチの要はカーボンのフレームが振動が少ない、ボールが当たっての振動が少ない分を感覚的に多分掴んでる感じっていうのが前作のラジカルよりは感じられるというところですよね、まとめると。ね、そうで、普通にいいという表現はめちゃくちゃいいっていうことですよね。普通にそもそも普通にめちゃくちゃっていう言葉は多分使わないですね、感覚。そう考えたら普通にいいっていうのがめちゃくちゃいいっていう表現なのかな。普通にですね。普通にね。まああんまり褒めないからね、俺たち。強がりやからね。まあラジカルの今回の新しいコンセプトなんですけども、あらゆるショットを可能にするというね。まさにお二人のお言葉通りの、どんなシーンにでもどんなところでも対応できますよというところから、今回あらゆるショットを可能にっていうのを、まあ、さらに今回強調してますよ。今最近はエクストリームを使っているので、そこからっていうところでいうとやっぱ98で振り抜きもよくって、フラットはしっかりと力が伝わってくれるなっていう印象があります。で、回転系をかけようとした時にはエクストリームの方がやっぱりまあかかってくれるなっていう印象がもちろんやっぱりある感じがある。ただ、振り抜きもいいし、持ってもくれるので、回転はしっかりかかってくれて、スライスも曲がってくれるし、スピンもしっかりと跳ねてくれる感じもあって、フラット、スライス、スピン全部に対して100点のうちの要は平均点というか80点すごいいいところをずっと全部いってくれる感じがある。すんごいサーブが速くなるっていうわけでもないし、すんごい回転がかかるっていうわけでもないんですけど、でも全部が
打ちやすい。今回ちょっと MP を使わせてもらってるんですけど、サーブに関してはやっぱ軽いとどうしてもスイング、まあ、スイングスピードは出せるけど、こうラケットの重さがしっかりボールがのボールに乗るっていうことが少なくはなるので、まあ、しっかりと自分で振るっていうことをすることで初めてラケットの回数が出てくるのかなとは思います。で、結構厚みがあるんで飛ぶかなとは思ったんですけど、まあ、思った以上にこうしっかりと振って厚く当たった時のこの、まあ、ボールを押すような感じっていうところが非常に良かったかなと思うので、まあ、こう薄い当たりで回転がかかりにくいっていうことはなくて、まあ、ちゃんとこう回転もかかるんですけど、どちらかというとちょっと厚めに当たってから、まあ、前に押してフラットちょっと横に切ってスライスっていう形でベースはちょっと厚く当ててサーバーを使っていただいた方がいいのかなと思います。で、中村副将おっしゃってる通り、ね、ちゃんと押せるしちゃんと回転もかかる。ただすっごいスピードが速くなるかっていうとそういうわけではないんですけど、やっぱりある程度自分がイメージしたボールプラスアルファぐらいでボールが飛んでくれてるのかなという印象はあるので、まあ、ストロークでもボレーでもお話ししていた、まあ、本当に普通にバランスがいい、とても使いやすいラケットっていうところでまとまるのかなと思います。めちゃくちゃいい、普通にいいと。ラジカルの良さってこうよく特徴がないなんていう表現をされちゃうこともあると思うんですけど、逆にこうさっき言ってましたよね、 あらゆるショットを可能にしますとというところで言うと、まさにこうラケットのバランスがいいから、まあまあ、パワーとコントロールのバランスがいいから初めてそれが言えることだと思うので、それが多分ラジカルの最大の特徴になると思いますので、ちょっと細かい話していいですか、デザインの。ちょっと今回デザインもね、最初に言おうよ。最初にいいんだよ。このブルーのところとオレンジのところでね、要はツヤありかツヤなしかっていうところも微妙な境目からだんだんツヤがあってブルーのとこがツヤがあるっていうすごいデザイン。そうですね。ベースもこのちょうどこの三軸ジラ辺からあの上がこうツヤありになって、ここから下がこうツヤ消しになってるんですけど、絶妙にこだわりをしているっていうのが今回ラジカル。はい、はい、発売が11月の15日年内に出ますと。で、今日インプレしたこのラジカルプロと MP 年内すぐ限定で出ます。はい、先行発売です。お得意の先行発売ですね。もう当たり前のようになってますけどね。そうです、はい、まあでもこれがなくなっちゃうと本発売が来年になる、来年の1月になりますんですけども、はい、この2つだけ出ますよというところで、一足、ね、早く手に入れたいという方はこれで先行発売後でね、いただければと思いますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。